はい、では行きましょう。ちょっと小太りだけど細田さんのお話行きたいと思います。目の光がめっちゃ怖いね、よう見たら。最後、細田くんね、いつもトイレの話ばっかりするやつね。皆さん、はじめまして。僕の名前は細田智春です。2年 C 組に在籍してます。それにしても、さすがに大きな学校ですよね。こいつは最後トイレに流されて消えていくんじゃ。もう。ここに7人が集まっているというのに、一人も顔見知りがいないなんて、もういないですけどね、7人も。知ってるどころか見たことさえないんですから。すいません、失礼な話をして。これを機会に友達になれたらいいですね。で、四条くんだっけ？せっかくだから僕は君のためになる話をしようと思うんだ。学校で教室以外で最も多く出入りする場所を知ってるかな？絶対トイレの話や。絶対トイレ。ああ、もう、まあ、知ってる。トイレやろ？そうか。さすが君は頭がいいね。いや、頭がいいというかもう学習したんですよ。いや、トイレ。お前絶対トイレ。トイレ。ははは、随分とバカみたいな質問をして悪かったね。合ってるやろ？そう、トイレだよ。ほれ！絶対トイレやん。誰だってトイレを我慢するのは体に良くない。むちゃくちゃ好きやな、お前トイレ。だから学校にいる数時間の間に必ず数回はトイレに行くものなのさ。君だって必ず行くだろ？学校のトイレには誰だって世話になるもんさ。何を言ってんねん、マジで。でもね、僕の知っている限り、たった一人だけ学校のトイレを使わなかった人がいるんだよ。ほう。ほう。便秘とか何か不思議な病気にかかっていたわけじゃない。とにかく何があろうとも絶対にトイレに行かないんだ。トイレに行かないやつ。要するに排泄しないんだよ。そっち？別のトイレ行ってたとかちゃうの？そんな人間がいるなんて信じられるかい？いや、信じられないですよ。それがいるんだよね。その人の名前は竹内清さんって言ってね。清さん？僕が1年の時に3年だったから2つ年上だよね。それでさ、トイレに一度も行かないなんて聞いたらどんなデブだろうとか思わないか？いや、そうは思わへん、別に。そんな全部の、うんこもおしっこも全部を吸収した男とは思わへんけど。それがさ、ガリガリに痩せてる人だったんだよね。まるで針金みたいにさ。うん。僕が学校に入った時には彼はもう伝説の男としてすごいやん。ノートイレットメンやん。すごいやん。トイレに行かない男として伝説やったんや。レジェンドオブノートイレットメン。とりわけ女子の注目たるやすごいものだった。すごい、モテてたん？女性にはトイレに行かなくて済んだらどんなに素敵だろうって考えるロマンチストが多いんじゃないのかな。聞いたことない。トイレに行かなくて済んだらどんなに素敵だろうって思ってる女性、聞いたことない。必ず竹内さんの秘密を突き止めてやろうとする女生徒たちが目をギラギラ光らせていつも付け狙っていた。どういう状況やね。知らない人が見たらなんてモテる男だろうと思っただろうね。まあ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 。真面目にテレビ局の取材の申し入れまであったらしいよ。まあたまにいるからな。なんかインドのさ、ずっと右手を上げてるおじいさんとかさ、あの絶対あの何、今までなんか水しか飲んだことない修行僧とかさ、フルーツしか食べないみたいなこと言ってるなんかお医者さんとかさ、もうそういうやばいやつやん、全員おるけど。たまにもう信じたらあかんで、ほんま。竹内さんは固くなに断ったらしいけれど、それでもさ、絶対に排泄をしない人間なんて信じられないだろ。うん、信じられない。そうだよね、その通りだと思うよ。みんなもなんだかんだ言って信じなかったのさ。まあな、まあ、どっかでやってる、うん。実は誰も見ていない隙を狙って必ずトイレに行っているはずだと誰もが内心思っていた。まあね。ていうか別に興味ないし、ごめんなさい。本当に。別に、いや、最悪行かんでもいいっすよ。そんなこと別に興味ないね。もしくは異常にトイレに行く回数の少ない人間なのかもしれないとね。まあ僕も、昔パチプロスロープロ時代によくうちの弟から言われてた、マジでトイレ行かへんなと。はい。マジで朝一から、全然行かへん。はい。で、膀胱炎になるみたいなありましたけどね。僕も実際は竹内さんのことすごい人だなぁと思う程度で、それ以上に興味を持つほどじゃなかったよ。そりゃそうやな。すごい人とも思わへんし、別に。トイレに行きたくないなんて僕はあまり思わなかったし、考えなかったからね。どっちかというとトイレで味わえる独特の開放感が僕は好きだったしね。お前トイレ好きやからな。だからありえへん、絶対。仲良くならへんもんね。デリカシーがないのかな。
だから竹内さんのことは僕の方が一方的に知ってるだけで、向こうは僕なんか存在さえ知らなかったわけさ。デリカシーがないのかなってどういうこと？自分のこと言ったん？接点なんかあるわけないしね。ところがだよ、おん、なんとある日竹内さんから僕に話しかけてきたのさ。急に2個下のマンモス高校じゃなかった？ここめちゃくちゃ生徒数が多い、急にピンポイントでお前に。なんで？驚いたやろ。そら食堂で、まずい食堂で昼ご飯を食べていたら、突然ちょっと隣空いてるかな、とか言ってきて勝手に座るんだもの。竹内さんは仮にも学校内で有名人だし先輩だろ、おまけに初対面だ。僕がドキドキしちゃってさ、まあ確かにな、ようわからんもん。あ、空いてますですとか言って緊張してたんだ。でも竹内さんって結構気さくな人でね、いつもニコニコしていて話しやすい人だったんだ。竹内さんは大きなトレーにカレーライス3杯と大盛りうどんを乗せててね、ガリガリでトイレ行かへんのに。誰か一緒に来るんだろうと思ってたら、みるみるうちにそれを全部平らげてしまったんだ。カレーライス3杯と大盛りうどんやで、なかなかやで。僕も結構よく食べる方だけれど、あれには驚いたな。食べ終わっても顔色一つ変えずにケロッとしてるんだから。痩せの大食いとはよく言ったもんだよな。あの体のどこにあれだけのものが入るのか、僕はまじまじと竹内さんの体を見ちゃったよ。あれだけ食べておきながらトイレに行かないわけだろ。そうやね、妙に感心しちゃってさ。やっぱり向こうも僕の態度に気づいたんだろうな。僕がこんなに食べるの不思議だろって突然言い出したのさ。僕はただ頭をかきながらペコペコしていた。はぁとかまぁとか適当にごまかしてさ。おうおうおう、気になるね。でも説明してくれようとしてるやん。あれ、それでその日は終わったんだ。僕もそれきり忘れてた。というより別に気にしていなかったのさ。竹内さんはたまたま僕の隣に座っただけで、別に僕と話したかったわけじゃない。あの人は誰とでも親しく話すみたいだから、その時隣にいた僕にも気軽に話しかけたんだとね。誰だってそう考えるのが当たり前だろ。ところがだ、それ一回きりじゃなかったんだよ。ほう、気に入られた。ほう、二度目は偶然廊下をすれ違った時だった。はい、竹内さんはいつものように女の子をたくさん引き連れていてね。すごいな、トイレ行かへんだけでそんなことなる？よう！って僕に挨拶してくれたのさ。竹内のビジュアル見たいな。僕はびっくりしちゃってね、まさか食堂で偶然隣り合わせただけの僕の顔なんかよく覚えてるもんだって感心しちゃったよ。僕も慌てて挨拶したけれど、竹内さんは相変わらずニコニコしながら向こうへ行っちゃったんだ。別に僕がミーハーってわけでも男が好きってわけでもないけどね。いや、ちょっとトイレでその気あったけどな。やっぱりドキドキするもんだぜ、有名人の知り合いになるっていうのは。その頃からだったな、僕が竹内さんのことを意識し始めたの。あ、ほら意識してるやん、ほら恋が始まったやん。ちょっとホモキャラやねこいつは。もしかしたら僕と友達に なりたいのかもしれないって勝手に思い込んだんだ。思い込んだ。なんで僕なんかと友達になりたいのか根拠は全くないんだけどさ、はい。ただなんとなくね。それでも自分の方から話しかける度胸はないし、もし勘違いだったら恥ずかしいじゃないか。だから想像するだけで実行には移さなかった。ほいほい。そして3度目の事件が起きたのさ。事件？あれは学校の帰り道のことだった。僕がとぼとぼと歩いてると後ろで呼ぶ声がするじゃないか。驚いて振り返ると竹内さんが手を振りながら僕の方に走ってくるんだ。僕は周りを 見回してね、きっと僕以外の誰かに手を振ってるんだと。はあ、ははあ、でも周りには僕以外は誰もいやしない。どう考えても僕に対して手を振っている。そんなことを考えていたら竹内さんはいつの間にか僕のそばに来ていた。いやー、女の子たちがしつこくてさ、追い払うのに大変だったよ。僕なんかにつきまとっても何もいいことなんかありゃしないのにな、なんて息を切らしながら笑うんだ。僕は相変わらずにやついてペコペコしていた。どうも僕は人付き合いが下手なのかもしれないな。君、細田君って言うんだろ？おー、驚いたね。なんと、竹内さんは僕の名前を知っていたんだ。僕がキョトンとしてると大笑いしてね。何を驚いているのさ、こんなに驚くことかい？僕が君のことを知っていても不思議じゃないだろ？そんなことを平気で言うんだ。僕からしてみれば十分すぎるほど不思議さ。はい、そうやね。僕なんかのことをどうして知っているのか僕自身が見当もつかないんだからね。僕が何を話していいのかわからなかった。上がってたからね。これ何の話ほんま。はよ。なんか全然その全貌が見えへんね、これ。竹内さんはいろいろ話しかけてくれたけれど、
実は情けないことにあんまり覚えていないんだよな。大したことを僕は答えられなかったし。来た。細田君、今日は暇なの？いきなりそんなことを聞いてくるんだ。僕は戸惑っちゃってね、ドギマギしてたら、もし暇なんだったら僕の家に遊びに来ないか。おーおーおーおおお、気に入られてんね。いやでもフラグはいろいろ立ってるよ、これ。だってさ、女の子につきまとわれてんのに、割と女の子迷惑やって言っている。で、このガチホモっぽいやつ見つけて、家に遊びに来ないかみたいなこと言っている。それで、こいつ人工肛門なんじゃない？じゃあ、使いすぎてて。竹内人工肛門説か。もうやりすぎてんのかな。どうして竹内さんが僕を家に誘うのか、なおさら謎は深まるばかりさ。いや、その、もうほんまにね、病気で人工肛門使ってる方はね、にはもうほんと申し訳ないですけどね、ほんとに。ただその、もう、こいつの場合はちょっと、卑猥な目的で使いすぎたんちゃうかな。どう考えても理由が見つからないんだ。自業自得というか、なぜ僕なのか、どうして僕なんかを家に招かなければならないのか。そんなこと深く考える必要はないのかもしれないけど、僕の性格だからね、どうしても考えてしまうんだよ。僕は何て答えていいかわからなくてね、竹内さんは答えを待っているみたいだし、どうしよう、行こうか、行きますと答える。別に断る理由はないしね、それに竹内さん悪い人だなんて思えないしさ、どうして僕を誘ってくれるのかわからないけれど僕は答えたんだ。あ、ぜひ行かせていただきます。あ、ぜひ。僕は知らなかったんだけれどね、竹内さんのお父さんって旅客機のパイロットなんだよ。ほう、急に。はん、お母さんは詩やエッセイを書いてる有名な先生なんだって。お金持ちか。残念ながら僕は名前を知らなかったけどね、まるで絵に描いたような家族だよね。一般人には理解できないっていうのかな、ちょっと想像できないでしょ。それで家も大きくてさ、ああいうのを御殿っていうのかもしれないよな。僕は門の前で止まってしまってしばらく動けなかったもの。そんな人が僕を誘うなんていよいよもって不思議だろ。僕はほとんど竹内さんに言われるがままついていった。中もすごかったよ。え、ほんま、なんだ。あ、またや。またこれや。外国のホテルはあんな感じなんじゃないか。まあ見たことないからわからないけど。気楽にしてくれよ。別に気を使うことないからさ、遠慮しないでね。笑いながらそう言ってくれたんだけれど、そう言われてもね、完全に住む世界が違ったな。本当に見るもの触るものが初めての世界だった。まもなく僕は竹内さんの部屋に通された。こんなこと言うのは恥ずかしい話だけれど、竹内さんの部屋だけで僕の家の広さぐらいあったような気がする。まあ大げさかもしれないけど、それぐらい広く感じたってことさ。何か飲む？キョロキョロ部屋を見回している僕に竹内さんはそう言った。どうしよう。いや、やばいぞ。でも飲んだらおしっこ行きたならへん？とりあえず、じゃあコーヒーいただきます。僕コーヒー好きなんです。遠慮がちに言うと、竹内さんは室内電話でキッチンに連絡を入れてくれた。本当にすごい家だよね。すごいすごい、お手伝いさんみたいにいんねや。コーヒーが部屋運ばれてきたと思ったらびっくりさ、変な匂いがするんだよ。やばいやばい。その飲み物はコーヒーじゃなかった。見た目はコーヒーそっくりだけれどね。そして竹内さんは微笑みながらこう言ったんだ。コーヒーより珍しいものを味わわせてあげるよ。え？何これ？これはサンブラ茶って言うんだ。外国の品でね、父の旅行土産なんだけどね、一度飲むとなかなか癖になるんだよ。なんで？ちょっと待って。わざわざ室内電話でコーヒーお願いって言ったのに、向こうのやつがサンブラ茶を作ってきたってこと？で、こいつも分かってたってこと？なんか仕組まれてんな。サンブラ茶を乗せたワゴンからは苦い薬草のような青臭い匂いが漂っていた。あのむせ返る香り、気持ち悪くなりそうだった。それで僕が勧められたお茶をどうしたと思う？いや、まあ飲んだんちゃう。このトイレ行きたなるんちゃう、これ。あ、じゃあいただきます。僕がお茶を飲んでみた。その味は水洗トイレの水に梅干しを入れたような酸っぱい味だった。いや、気持ち悪いな、気持ち悪い。そしてその中に虫を詰め込んだような、気持ち悪い、もう青臭くてまずいお茶だったんだ。いや、そんな気がしただけだけどね、実際トイレの水を飲んだことはないよ。本当にすごくまずかったんだよ。でもだからといって吐き出すわけにもいかないからね、僕は口に入れてしまったお茶を一気に飲み込んだんだ。さあ、そしてお腹痛くなるよ、これ。あ、竹内さんの顔出た。竹内さんも老けてんな。なんやろ、なんか竹内さん腹立つ顔してんな。すると竹内さんは顔に満面の笑みを浮かべてね、こんなことを言い出したんだよ。
飲んだね。じゃあ僕の秘密を話してあげよう。僕はドキドキしたよ。彼は何を言い出すんだろうって。僕の噂は聞いたことあるよね。運行しないってやつ。竹内さんが僕に近づいてきた。あれは本当なんだよ。僕は生唾を飲み込んだ。その秘密はこのサンブラ茶にあるんだ。え？竹内さんは僕の肩に手をかけた。サンブラ茶を飲めばトイレに行かなくても済むようになるのさ。そして驚くほど体の体質が変わるんだ。そっちなんや。僕の顔を覗き込んだ。僕の顔に生温かい彼の息がかかって、その息はとても青臭かった。でもね、なんでかその青臭さがたまらなく気持ちよかったんだよ。それで僕は身を乗り出してその匂いを嗅ごうとしたんだ。気色悪い、なやこいつら。すると僕は見てしまったんだ。はあ、なんや、どういうこと、虫。竹内さんの頬の皮膚の下で何やら緑色の小さな物体がもぞもぞと動き回っていたのをね。すんごいむにゃ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 してる。表情変えへんな。それは微生物、顕微鏡で覗いた時に見える微生物のようなものだった。竹内さんはそんな僕の表情を見て撮ったのかもしれない。怖がることはないよ、これは植物の一種でね。うわーすごいやん、もうちょっとしたヨーコクラマやん。人間の体内に入ることによって活動を始めるんだ。まるで動物のようにね。そしてこいつらが不浄物を全部食べてくれるんだよ。だから怖がることはない、少しも怖くないよ。そんなことを言い出したんだ。なるほど。うわー、うわ気持ち悪い。そういう彼の口の中は土色をした植物のつるだか根っこのようなものでびっしりと覆い尽くされていたんだよ。僕はサンブラ茶を飲んでしまったからね、その時は僕もそうなってしまうのかと思ってすごく怖かったけれど。キモー、いや笑ってる笑ってる、笑顔きしょい。サンブラ茶は最高だよ。実際飲んだこの僕が言うんだから間違いはない。ほらお土産だよ、君のためにここに持ってきたんだ。細田さんは飲み物用の容器を取り出して机の上に置いた。まさかこれは。青臭い匂いが鼻をつく。僕は恐る恐るその容器を受け取った。これがサンブラ茶なんですね。僕が容器の蓋を開けると、大きな黒い芋虫が中でゴソゴソとうごめいていた。うわっ！僕は容器を掘り出してしまった。あ、ごめんごめん、新庄くん。これ絞ってジュースにするのを忘れていたよ。気持ち悪い！細田さんは謎めいた笑いを見せ、ゆっくりと説明を始めた。これはサンブラ茶の原料さ。この虫の臓物には不浄物を餌にする植物が寄生していてね。虫の体液を煮詰めるとその植物の繁殖エキスが取れるんだ。それがサンブラ茶なんだよ。もちろんこの植物は人間の不浄物も食べてくれる。不浄物を食べて分解し、本来は排泄物となるものを汗に変えてくれるんだ。このお茶は飲み慣れると癖になるという話だったけれど、確かにそうだね。今僕は竹内さんからいつもこの虫を買っているんだよ。細田さんが僕の肩に手を置いた。彼の息は青臭い匂いがした。そして口の中にうごめいているものは、あかん！細田さんは僕の姿勢に気づいたらしい。慌てたように口を手で覆った。あ、戻った。中条くんごめんよ、サンブラ茶を味わわせてあげられなくて。今度ちゃんと作ってくるからさ。そうしたら君もトイレに行かなくて済むんだよ。細田さんは喋るたびに青臭い匂いが僕の鼻をつく。冗談じゃない、そんな得体を知れないものなど飲めるわけがない。彼の話はもう終わりにしてもらって、早く次の話を。足元がチクリとした。なんだろう、やばい。見ると落とした容器から這い出た虫が僕の足の上を。なんてことだ、僕はサンブラ茶の原料の虫に刺されてしまった。慌てて足を振り虫を避けた。しかし僕の靴下には赤い血の跡がプツプツと浮かび上がっていた。やばい。細田さんはそれを見てにやりと笑った。今君今虫に刺されたね。そう言って嬉しそうに肩を震わせた。どうしよう、虫に刺されて僕の体に変化が起こったら。笑った。僕の悲しみはこれで終わりだよ。細田さんはサンブラ茶の虫をつまみ、本当に嬉しそうにつぶやいた。新庄君、次は誰の話を聞くんだい。なんてことだ、僕はしばらく何も言えなかった。でも僕はサンブラ茶を飲んだわけではない。変なことなんて起こらないだろう。大丈夫、きっと大丈夫だ。僕は胸にしこりを残しながらも次の人の話を聞くことにした。それでは次の話を。めっちゃ嫌や、めちゃくちゃ嫌。まあでも超絶にデメリットがあるような感じでもないような気もする。それに規制されてるだけやし、最悪なんとかなりそうな気もする。
抗生物質的なもので、抗生物質的なものを入れれば、あと手術とかで、あと竹内がカレーめちゃくちゃ食ってた理由全然わからん。はい、そこ全然説明されてないし、細田をターゲッティングしたこともちょっとよくわからない。全体的によくわからない。はい、気色悪かったですね。はい、怖い話といえば怖い話、気色悪かった。はい、では次回いきましょう。